来たかな。ミスったわ。なんかさ、録画ボタンと配信開始ボタンミスって、ずっと録画で一人で喋ってたわ。すごい虚しかったわ。まあそういう日もあるでしょうということで、やっていきますか。まったりやっていくわ。 なんか前回の続きで、結局何もね、あれしてないんだよね。ちょっと待って、コメント出してないわ。結局ね、そうなんですよ、何にもやってないんですけど、一旦フルで構想を練るためにちょっと聞きますね、一旦ね。こんなもんでマスター音源上げて、よいしょ、一旦ねフルで聞くわ。ちょっとうるさいな。今こうなってんのね。あ、ここ変えたよね、形。今のところブーンのところね。いや、ちょっとむずすぎるわ。めっちゃ冷静に考えたけど、いや、むずすぎるわ、いくらなんでも。ちょっと変えようかな。ここもダサいしな。あ、ここもなんかもっと早くできるな。で、こっからなんだけど、いや、ここね、まずちょっと一番目についてるのここかな。ここの、タタ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 のとこね。タタ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 
ここなんか絶対もっといい風にできるんだよな、多分。悩み中。ここのタタ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 がちょっと介護感になってるのが、どんどん難しくしなきゃいけないのに途中で簡単になってるっていうね。しかもこの辺までトゥ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 ルルがこう来てる説あるけど、まあそれはいいとして、まあここどうしよう、これ一個だけこうするか。一個だけクリティカルの大きさ違う。どこ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 、クリティカルの大きさ違ってどこ、これ。ここまあそっか。確かにね、それも気になるけど、じゃああの辺の形はまたちょっと別の時に直すとして、一旦ね、この辺のこっからなんだけど高難易度になりがちっていう、ここちょっと形ださいのはまたちょっと直しとくわ、いつか。でだな、いやここなんだよな、俺個人的にここがもう少し違う風にできると思ってるから。タタ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 、いや絶対的にここはこんな感じじゃないんだよ。ダダ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 。ダダ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 。こう。こういう風にしてみましたりとか。はいはいはい、でこういう風にして、まあ忙しさが出るからこっちの方がいい説あるわ。
で、この下打ち ここからどうしようかな。ここああ、わかったわかったわかった。ん、これ合ってる。ちょっと待って、音取り合ってるわ。一旦ここちょっととりあえず適当にここ置いといて、間隔、等間隔でちょっと一旦置いといて、ここに合わせるように置きたいわ。よいしょ。あ、ここ合ってるんだ。このまま行くんだ、これ曲すごいな。はいはい、でこれ大丈夫かな、めっちゃしんどそうだなこれ。でもカン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 だから、カン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 だから、この等間隔じゃ絶対違う気がする。ここ違うわ。じゃあこれ違って、角と ああ、そういうことか。で、わかったわかったわかった。めっちゃわかっためっちゃわかったわ、めっちゃわかった。きついかな。きついかな。大丈夫かな。はい。で、ここ3つ置いて、ここもこうして、角だから合ってると思うけど、これめっちゃむずい。これ大丈夫かな。え、そんなむずい。これ別にやってて、え、これ別にそんな難しくなくない、そんな難しくなくない。 BPM が速いからじゃないそれ。じゃあ、え、でもそんなむずいかな。やってみると多分簡単だと思うけど、なんとなくの感覚でできるからね。上から下に来た感覚でできるから、多分やってみたらそれなりに簡単だとは思うんだけど、これちょっと待って、一回タップ、あータップそれも消えるのか。ちょっと待って、これ音が、これちょっと待って、音小さくして聞くか。はいはい、でこここうして、これが多分曲だと思う。曲のこれが、そうなんだよね、これに合わせて、ああじゃあ分かった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 。じゃあこうするか。こっちの方が優しいというか、これもじゃあもうそうする。じゃあもう全部でかくして、一旦ね、一旦全部でかくして、ん、違うわ。じゃあ一個小さくして、違うわ、こうして、ここを隅にすればいいんだ。こう、で、角と角と角、
これ前の方が良かった説あるかも。下手したらこれ前の方が良かった説あるかも。ちょっと待って。まあ、ちょっと待って。じゃあ前の方が良かった説あるわ。ここはこのままでいいんだよ。ここはこのままでよくて。うーわ、これめっちゃうざそう。まあでもいっか。33かも。そしたら。ああ、わかった。じゃあ、わかった。こうすればいいのか。多分、こっちの方が簡単だと思うわ。うん、こうすればいいんだ。ここ持ってきて。これめっちゃ簡単でしょ、多分。いや、これ多分めっちゃ簡単だわ。こっちにして、ああ、いい。これめっちゃ簡単だわ、多分。ここ別に右手で取ってもいいし、左手で取ってもいいし、みたいな。いやー、でもなんか指押しのあれ、めんどくせえな、考えるの。これすごいな、俺指押し作るの簡単だと思ってたけど、結構めんどくさいんだな、これ。どうしよう。ここで、こうするか。はいはい、こうして。いや、めっちゃめん。いや、これ多分もっと単純な配置でいいのか。こういう単純な配置じゃないか説。ん？かんか。そんな難しい？これ。別に難しくなくない？そんなに。いや、難しいな。あ、分かった。どんぐらい想定して、31か32ぐらい想定してたんだけど、あ、分かったかもしれない。これさ、分かった。ちょっと待って。たかた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 
高田。ソノルス違法だぞ。どこ情報それ。高田。分かった、めっちゃいいこと考えた。ちょっと待って、めっちゃいいこと考えたわ。123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 
これでいいのか分かんないけど クソ野郎言われてるしな。
一回ちょっと仮でおかして、仮で。一旦仮でおかして、ちょっと一瞬だけ。一瞬回答化して。これさ、うざい。もっと感覚。めっちゃむずいか、これ。角と角と角、カタ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 。これだから左手で取った人だけそのままいけると思う、多分。え、むずい、そんな。これ BPM200 だからじゃない？え、それ。え、俺、煽り抜きでマジでそんな難しくないと思うんだけど。タカだからここまでかな。よいしょ。いや、絶対そんな難しくないと思う。できたらね、嫌だ。前例がないだけで難しい。だよね、なんかマロディーやってる人は多分簡単かもしんない。マロディー勢は簡単に見えてしまう説がある。だからマロディーやってない人にとっては結構難しい説ある。しゃあないな、それに関しては。これどうしてたっけ？あ、同じにしてた。やってみないとわからんな。いや、それマジやってみないとわからんな。これどうしような。あ、ここキモいかな。同じのでいいや。かわいそうだから、ここ同じのでいいや、ずっと。ちょっとだけこう、序盤だけ同じにしよう、ここじゃあ。なんだ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 、ちょっとどういうこと、どういうこと、どういうこと、何何何何。そういえば俺の友達インフルエンザになったんだけど、この時期にインフルエンザってどういうことって思うけど、ね、じゃあもうそれコロナになっててもおかしくないじゃんっていう。予防しっかりしてな、ちゃんと。 What's up ポップの介護官。これでも簡単やと思うで、多分。言うほど多分難しくないと思うで。言うほど多分難しくない。ちょ、とりあえず置いて。邪魔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 。何 W 感染って、初めて聞いた。何それ、 W 感染って何？ W 感染って。
こうして。ああ、そういうことね。体調悪い時に病院行くと、あ、社会不適合者すぎてそれ知らなかった。それダブル感染っていうの？その技術。俺でもさ、仕事してて仕事行きたくない時、わざとそういうとこ行ってコロナ菌もらってこようかなって思っちゃうぐらいの人なんだけど、やめた方がいいの、そういうの。あ、わかったわかった。まあ、一個。うざそう。 うざそうで申し訳ない。配置的な問題。内外外内内で、これ金を1個ずつにするわ。で、内内内内と。これめっちゃむずい、そ、マジでむずい説ある？これ。そんな難しくないでしょ、これ。で、右手で終わらしたのには理由がありまして、反転貼り付けしたいよねっていう。途中までな。途中からは変えるけど、もうこの辺からは多分変えるかもしれないけど。親指勢のことも考えてください。多分ね、親指の人、創作面やってないんじゃない？バンドリとプロジェクト世界のエキスパート止まりだと僕は思っているんですけど、何か間違ってたらお答えください、どうぞ。何か間違ってたらお答えください、どうぞ。親指勢に人権を、すいません。 本当に申し訳ないです。 うわー、マルチでマスターやりがち。なんかめっちゃわかるわ。なんかよくあるあるなのが、結構みんな5人でバトルモードやってた時に、5人でバトルモードをね、やってる時に、5人で演奏モード、なんかよ、5人中4人ぐらいマスターで、あれ結構みんな上手いんだなと思ったら、なんかグレート200とかでミス50みたいに出てて、無理すんなって思っちゃう。無理すんなよ、辛かったやなって、無理すんなよって、そう思ってしまいがちです。見栄を張らないこと。これ交互になってる。右左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 、合ってるわ。左。ん？1個ずれてるしな、しかも。よっこしょ、未完成なんちゃう？え、ないでしょ。未完成参加の話なくない？聞いたことない。
ここから始まんなきゃいけないのか。なるほど、そういうことね。なんかおかしいなと思ったら、パクれるとこあったかないね。てかあれ昨日だしね、撮ったの。トゥ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 。そうなるっすよ。俺のマットの創作名だったら何それ、知らないんだけど、やりたい、いつか。何それ、本当に知らない、絶対人気ないやん。なんか音若干ずれてない、音ずれてるっていうか音違くない、なんかその金の音と普通の音が。こうしようっと。じゃあでこうかな。早くてむずくて気持ち悪いリズム。お、よくわかったね。丸くて早くて凄まじいリズムね。ちなみに元ネタよくわかりましたね。よくわかりました。素晴らしい。ここむずいか？大丈夫か？一応、いや、めっちゃこれむずいな。で、交互に戻してあげよう。あれ？交互になってる？あれ？一回叩いてみよう。え、これさ、一回やってみる？これ。ここで終わりなのか？ここまでなのか？たた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 。あ、そっか。いや、テストサーバー投稿してみてもいいけど、ちょっと一回、マー君スタイルでちょっと一旦やってみるわ。個人的に。BPM200 やからな。まあ形が一瞬ちょっとブスなのは置いといていきますわね。ここ置いて、形がブスなのは一旦置いといていきますと。トン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 ちゃん、トントントン、ちょ、早い早い、ちょっと待って、このさ早い、ここもうちょい、そうそうそう、そんなもんでいいや。もうちょいかな、こんなもんかな。ちょ、ごめんね、早かったわ、個人的に。見てらんなかった。じゃん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 。この辺はまだあれだったんだね、交互がちょっとこだわりがあった時代。ちょっと待って、ちょっと待って、1個ずつ違う、めっちゃ難しくないこれ。え、マジか。 BPM200 っての指押してこんなむずいの。
うわやればいこれ今さ認識が今ちょっとさ何直感的にできないから難しく感じてんのかな。ちょっと待って、わかんねえだろこれ。ちょっと待って、マジでわからん、わからん、わからん、わからん。本当にわからん。このぐらいの速さじゃないとわからん。たまにあるよな、こういう。俺たまにこういうのサムネにするもん。ここらね。いや、意外といけるぞ。全然意外といけるぞ。ちょっと待って、え？意外といけるぞ。別にグレイトはめっちゃ出るかもしれんけど、確かにやらんとわからんけど、今ちょっと認識が遅れてるからちょっと難しい説あるけど、いやこれ意外とやってみると別に見た目ほどでは33ぐらいな気がする。意外とできる説あるよね、マロディやってる人なら。多分マロディ勢ならいけるんだ。あ、そうなんだ。え、マロディは何そんな偉いのなんかこれは悪いことじゃなくて、これさ、マロディ勢って言いたくないんだけどさ、なんかこのマロディ上手い人のことを別で例えらんない？マロディ以外のゲームで何に似てんだろう。ボーイズとか、いやでもボーイズ勢も一番嫌だしな。曲がこんな難しいとは思わなかった。 BPM300 が楽しいですごいね。角と角、これだからこれ右手になってるから、これあれでいけるじゃん。パワー系すぎてほんと申し訳ない。ちょ、一旦置かして、先に音だけ。これ左手だもんね、だって。どう？音だけ聞く。音だけ大丈夫これ。だか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 で、ドゥク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 で、ここからまた別に指押し入れてもいいしみたいな。そう、ロングノーツめっちゃ少ないな、マジで。ほんまやほんまや、ロングノーツめっちゃ少ないわ。ロングノーズ死ぬほど少ないわ。アマラの一番むずいとこ、アマラの一番むずいとこってどこ？アマラのむずいとこ、俺正直さ34じゃなくない？あのさ、アマラは33ぐらいだし、あいつなんだっけ、六兆年とか35なんだけど、マシンガンと六兆年35じゃない？なんかさ、もう物理的に無理だもん、あの辺は。アマラとかは頑張ればいけるみたいなとこあるけど、頑張ってももう無理みたいな。マシンガンとあれはもう普通に追いつかない。腱鞘炎になっちまう、やってると。どうしような、腱鞘炎になるのは一旦置いといて、でここで
6兆年34適正マジで言ってる？じゃあ俺34、違う、俺1個繰り下げよあれ全部。じゃあだったら俺35の初ミクの消失とかじゃあ同じぐらいなんだけど、マシンガンと難易度が。ここあっていいわ別に。なんかすごいな、ごめんなさいね本当に。わかる、広がりすぎてね叩けない、わかる、めっちゃわかる。これどうなるんだほんまに。これマシンガン不明は好き。俺序盤しか知らんもん、覚えてない、後半までたどり着かんから覚えてないよ。イエーて、これねスター、この SSTTARR をね調べるにあたってね、いろんなナムコ時代調べてたんだけど、なんかねめっちゃ昔のね Wii とかにしか入ってない曲のモブみたいなナムコオリジナル曲ね、ミッチー M とかね、なんかそういう人、ボカロ P とかがねいっぱいインスト曲書き下ろしてて、いや絶対みんな知らんくないって思って。いや知らないでしょ、なんかねインスト曲ミッチー M とか、なんか他のボカロ P とかめっちゃ書いてたんだよ、ナムコオリジナル。作曲者も名前ついてないし、あのナムコオリジナルってさなんか2個ぐらいあるじゃん、ウサオとかさ出てくる時もあれば出てこない時あるんだけど、なんか出てきてないんだよミッチー M って。そうだから全然無名のミッチー M の曲みたいな、で音源ググったら5000再生みたいな、めっちゃもったいねえみたいな、めっちゃ金かかってそうなのに。と思いました。ん？これ、こ、ん？ちょっと待ってね。あ、これさ、うわ、待って、一個ずつずれてた説ある。一回消して。一回これコピーして消して、ちょっと待ってね。ちょ、一旦待ってね。一旦、一瞬待ってね。一瞬待ってね。だよな。だよな。だよな、だよな、だよな。分かってた、分かってた。そうだよな。そうだよな。だからここなんすよね。ちょ、もうさ。いらないわ。いらない。ん？何してんの？もういいや。一旦消して。これを、こうしてね。一旦こここうして。いや、違う、ここ。こっち側のこうにして。で、ここで反転貼り付けをして。違うだろう。こう。こうなんすよ。怪しいってどういうこと？フリック、怪しいってどういうこと？怪しかった。ごめんね、フリックが怪しかったみたい。で、こっちにして。で、こうよ。ちょっと一旦ちょっと待って、一旦音だけ合わす。フリックちなみに定期的に出してるつもりではいたんですけど、で
本家の太鼓の達人が意外とここずっと同じ譜面なんだよな。って思ったら、お前の好きなマロディ 4K、 これよりなんかクリエイト性なくないか、マロディ 4K。 ちなみにやけど、ちな、違法中華仏の悪口、全部違法だよ、ちなみに。今日話出てきてるやつ全部違法だよ、ちなみに。全部違法。ソノルスもマロディもオスも全部違法だって。太鼓三次郎も違法だって。ゲーム側が、まあしゃあねえで、まあちょっとあんま大きい調子乗ったらことしとったら、まあちょっと潰すけど、まあ今はいいやみたいな感じで、優しいから、ゲームが優しいから許されてるんですよ、我々は。わかりますか？ゲームがポチッと通報すれば一瞬で終わりですよ、我々の時代なんて。別にいいやん、これできるやろ、これ多分。これ別に悪くないと思うんだけど。オア達人懐かしい。え、これ別にできるくない？ 33 ぐらいでできそうなんだけど。こうして、多分右から始めるから、多分ここ左やってる人は右から始めるから。確かに。一旦な。え、これさ、プライベートサーバーにログインしてやれるの？俺だけしかやれないの、それって。でもそんなことないよね。だってここパソコンと iPad 連動してるわけじゃないから、やろうと思えばできるんじゃないの？で、これ左でやってるから、右左右でしょ、これ。で、待ってね。右左、ほら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 。あんちゃん、一般公開しなければ。え、どういうこと？俺しかできないってどういうこと？だってさ、多分俺がなんかこのサーバーとアクセスをつなげるんでしょ。あ、パスワードとか必要だったらあれだけどさ、なんかそのサーバーの URL を教えてあげればいいんじゃないの、ここに。ちょっと待って、投稿のやつ行ってみるか。これどうやって投稿するんだっけ？
創作面を投稿みたいなのなかったっけ？不明の投稿。あ、なんか、あー、こんな感じだった気がする。スイーツポテトな。で、ログインされてるでしょ。88のタップを全部星にしてみた。こういうのやりたいですね。じゃあ、投稿。まあ、いいや、ちょっと一旦仮で。あ、ジャケットどうしよう、これ。そうじゃん。ありがちなのが、太鼓の達人だけ絶対太鼓の達人の、あれのジャケットになるよな、よく。あれのタイトル画面のあれのジャケットになりがちっていう。また保存してないからわかんない。ちょっと保存させて、一旦。どこだっけ？なんか保存。譜面保存。はい、保存して、サスファイルね、サスファイル。で、サス入れまして、サス。で、サントラのジャケ、サントラね、ないんですよね、MOTU さんのこの曲。とりあえず画像だけめっちゃ適当に何かの画像入れとこう。なんかの画像。ほんとなんでもいいんだよな。いや、でもこの、てか俺画像が一個もないんだけど、このデスクトップ上に。マジで？これは？これでいいらしい。なんだこれ？何の画像かわからんのめっちゃ怖いんだけど、これ。ちょっと待って、これ、何の画像かわからんのむっちゃ怖いんやけど、俺これ。本当に大丈夫かこれ。いい？これそのまま行くよ。俺これめっちゃ怖いけど。で、これを利用規約にと、あ、ここの辺書かなきゃいけない。まあ適当に書いておきます。めっちゃ怖いねんけど、これ。あ、投稿した。投稿したよ。で、ここのさ、これ入れてよ、これ。これちょっと貼るわ。これをここに貼るわ。これをソノルスに入れてください。これを。そうしましたら、多分できると思います。こちらコピー&ペーストしていただいて、ソノルスの方に入れていただければと思います。よろしくお願いしますね。これでいいはず。で、俺もやればいいのか。俺も一瞬やるけど、俺ちょっと今、あれがないんだよ。充電できてないから。いけた？いけた？いけた？え、これって合法でしょ？これってやっていい方法でしょ？これなんかダメとかある？これ本人以外はダメ？ないよな。多分その、大丈夫でしょう。ん？俺が弾かれてんだけど、これ何これ？待って。自分の配信見て、ちょっと分かんない。ちょっと俺が分かんない、これ。テス、てんてんてんになってるけど。あ、テスツ。あー、はいはい。テスツ。テスツ。SCE。SCE。1。9SVF で OK。 お、来た。一瞬だけやってみよう。どんな YouTube のアイコンやねこれ。え、待って、スキンダサすぎ。ちょ、音だけでちょっと判断して。一瞬だけやってみるわ。あ、意外とここちっちゃいんだな。え、めっちゃ簡単だよ。え、めっちゃ簡単だし、めっちゃ楽しいんだけど、これやって。え、嘘。俺フルコンだよ、今のところ。めっちゃええやん。え、待って待って待って、めちゃくちゃいいんだけど。このパターン初めてだな。やってみて気づいた。
ちょっと若干オフセットずれてるけど。ここだけちょっとあれだな。え、全然できるし、全然やってて別にあれだったよ。簡単ってことではないけど、別に悪くなかったぞ。いや中盤えぐいな。いやここなんだよな本当に。あの高田のとこからちょっとえぐかったんで、ちょっとあれしますわ。ちょっと改良します。ここからこっからね、この50小節目のこっからね、こっからちょっと俺頭おかしかったわ。これ普通にやってて、知っててギリギリだったんだけど、いやそうなんですよ。なんかこの辺はクソ簡単じゃない？これ正直この辺簡単じゃなかった？もうここまで多分めっちゃ簡単なんよ。なんなら本気になくて逆にいい。もうここね。ここどうしよう。ちょっとこれね、しっちゃかめっちゃかもいいとこだったから、しっちゃかめっちゃかもいいとこだったんで、こうとかは、こうじゃない？うん、ちょっと簡単になってしまいましたけど、まあいいじゃないでしょうか。しゃあないわこれは。もうここはマロディーではないから。でここなんだよな、これ難易度がすごすぎるから。ちょっとこれ一旦、そうなんだよね、ちょっと50小節目から頭おかしいっていう説があるから、ちょっともう一回ちょっとこれ保存して、もう一回ちょっと更新、一瞬また更新するわこれ。 FF 開いてチャートでいいのかな、これを。ん？今チャート開いてるよね。ダウンロードのこう一番上にして、え？一番上どっちだこれ、こっちか。一瞬だけこれを更新して、はい、で更新しました。でもう一回やろう。手元を映せる、ちょっと待って、一旦映すかこれ手元。まあいいや、ちょっと一旦ちょっと映す、今日はちょっといいや、手元は。どうせちょっともうこれで終わるだろうし、多分。一回だけやらして、ごめんね。これ更新されてる？危ねえ、オフセットずれてる。なんでこんな UI がダサいの。ここがね、思った以上に簡単だった。あとさ、あの分かりやすい指押しのところが、あの色が違うから分かりやすい。指押しっていうか、あの中指使うところが色で分けてるからすっげー分かりやすいね。こっからね。譜面変わってないんだけど。
譜面変わってないんだけどっていうか、なんで譜面変わってないの？投稿し直さないとかな、どういうこと？え、めっちゃめんどくないそれ、どういうことどういうことどういうこと、し直すって。え、まさかこれまた音源とか全部入れてってこと？え、めっちゃめんどくないそれ。そうなの？そういうルール？え、じゃあ何のための編集機能なのじゃあそれ。そういうとこあるよな、なんかソノルスって。じゃあこれは何、じゃああれは何、意味は何、そうなりがちっていう。めんどくせえよガチで。これ MP3 ね。でチャート入れて、紫式部見てる。何紫式部って、死んだんじゃないの？俺あんま歴史詳しくないけど、めっちゃ昔死なんかったっけ。生きてんの今。はい、投稿したで2が出てるはず。そしたらあ、2出てる。ちょっとさ、これさ手元映したいんだけど、頑張って。あ、やだ、俺の昔のやつが。ちょっと待って、手元映すわ、頑張って。こうして。うるさすぎこの曲。めっちゃうるさいやんこの曲。でここをね、こうしてこうするわけですよ。よいしょ。いや、音楽ゲーム奥深、浅いように見えかけて結構深いね、音楽ゲームって奥が。素晴らしいと思います、ほんまに。一旦自分のやろう。これさ、UI 死ぬほどダサいんだけど、これなんとかなんないかな。はい、画角キモい、ごめんね。仮の画角。音もダサいし、なんだこれ。ここマジでね、指押しのところと普通のところが分かりやすすぎてやりやすい。マジでいいわここ。ここもちょっと好き。早く本家のスキンでやりたい。で、ここやって。あ、あーなんか思ってるリズムと違う。これ思ってる。ちょっと待って。ここじゃないわ。ちょ、俺多分違った。思ってるとこちゃうかった、これ。ちょ待って、これ思ってるとこちゃうねん。一回冷静に音聞いて。これね、分かりました、思ってる音違いました。ここの早かった、ここ。ここ。早いし、確かに。ちょっと待ってね。これね、ちょっとイヤホンして。思ってるの全然違かった。スターじゃない。いや、もうね、根本の問題でね、ちゃうかったんですよ。ほんまに。すいません。これね、こっからちょっと手直しします。カードどうカードどうカード、ここやな、ここ。コピーして
削除で反転貼り付けで、こう違う まあいいや違うんすよ。でもリズムはこれで合ってると思う。なんでここ黄色こんなんなの？黄色俺こんなんなの？これ。I love you. ありがとう。Thank you. Fuck you. ってことで、これさ、ちょっと待ってね。タカタタカタタカタタカ、ちょ、タカタタカタタカ。異文化交流しましょう、私と。こうしなきゃいけないのか。違う、これ全部こっちだけ金にしたいわ。おい。で、ルル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 
トゥルトゥルルトゥルルトゥルルルンみたいな。これね、いや、これね、難しいように見えて、ここね、難しいように見せかけて、これ実は、右、左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 って来てるから、これ右でやりやすいっていうね。難しいように見せかけてます。カド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 。ちょっとでもなんかダサいな、ここ。そういう音取りにしてたからそうなってたんか。か、タン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 。待って、タン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 。こういう音取りになってたわけですね、つまり。角度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 。なるほど、わかりました、わかりました。よろしい。ポーランドで第一次世界大戦しか持ちネタ、持ちネタって言うなよ。お前さんさ、持ちネタ言うね。で、ちょっと待って、ちょっとずつよくしていこう、ちょっとずつよくしていこう。よくわからん、海外のプロスカ配信者に日本語でコメントしに行くけど、こんな感じに見えてるのに。あ、そうだよ。 向こうもファーキュー、イエローモンキー絶対思ってるよ。イエローモンキューファーキュー。So, is, do you face is monkey? Why? Do you face is yellow monkey? Why? なぜ君の顔面は黄色い猿なんですか？はは。考察で、ちょっとこれ通じない？これさ、俺さ、英語ってゴリ押しで通じると思って、ジャパニーズ、イエス！もうどう見ても どう見てもじゃない？これ何語に聞こえましたが、逆に。Do you speaking Japanese? ベジータホワイトみぞろ飴さん？ Do you like Dragon Ball? Do you like Dragon Ball? で、トゥトゥ。ブランコもイエローも来たらレッドだね。そうだね。そうだね。そうですね。いいとも。俺さ、
最近思った新事実があって、俺所ジョージさん別に嫌いっていう、好きじゃないっていう、所ジョージさん別に好きじゃないっていう。オッケー、所ジョージ。メガネ朝の番組しか見ない。何それ、地方でしかやってないんじゃない？わし知らんぞそんなん。逆に俺の地方がやってない説ある。Me too! お前も所ジョージ嫌いか。お前も所ジョージ嫌いか。所ジョージアンチで。そうだよね。やっぱさ、いや、これね、めっちゃあると思う。これさ、共通の敵ができるとやっぱ友達になれるよな。めっちゃいいわ、君。俺さ、昔ね、うちの中、いや、嘘、小学校6年生の時、クラスの中めっちゃ悪かったんだけど、先生がめっちゃうざかったおかげでみんなの仲が良くなったの。だからそれの現象だね、完全に。あれはいいよ、本当に。わざとだったのか？もしかしてあの先生。策士だな。これあれの方がいいわ、普通に。普通にしよう。これさ、4連4連4連って3回やるんだけどさ、その時にどういう配信するか悩みがちっていう。このたたたこのタカ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 で終わりのこれをどうするかっていう。おもろいことしようじゃ。えってなっちゃう。これはえってなっちゃう。1個ずつずらしてこうする。できるか？あ、キモいな。これだから指押しで取るのか。違う、待って、ごめん、そういう思んないことやめよう。 いや、やめよう、そういうのやめよう。でもめっちゃ冷静になって、一回冷静になってほしいんだけど。待って、LINE 来た。いいよ。よし。ズバじゃないですか。はい。たか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 。だからここは右なのは確定だから、左。あのちゃんって何？なんであのちゃんとラインにつながってると思ってたの？逆に。俺ね、でもゼパちゃん最近ちょっと距離置いてるよ、俺。向こう側に申し訳なくなっちゃって、距離置いてます、最近。ここだけの話。なんであのちゃんなん？余裕ある大人ビル。余裕ねえんだよ。角と角と角角角と角と角角で、ここ合ってて、だった。あ、ちょっと待って、一回聞こう、ここ聞こう。あれ、これさ、右から始めてんのに、ここ、あ、
ここから始めてるっていうせ、あ、なるほどね。そうしましたら、こうでいいじゃないですか。で、これ、ここでしょ。で、ちょっとずつ反転していく。で、うん、こうじゃの、一瞬頭がおかしくなったけど、こうじゃの、これ実は意外とあれじゃない？何の曲？スター。左と右交差しない、しなくない？ちょっと待って、一回落ち着こう。俺、右、左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 でも、左、左、右、右でもいい。で、ここ右、ここ右なのは確定じゃん。で、左、右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 。しません。結論しません。でここからはもう全部変えよう。もう全部変えよう。全部もう音が全然合ってないし、もう自分でフルコンする。自分でフルコンできると思ってるよ、今のところは。ん？こっからか。音はめっちゃ合ってるじゃん。右、左、右、左。これはね、全く同じのにはしたくないんだけど、でも言うて1小節に、言うてこれ4、ただの4小節の間の出来事だったんですね。知らなかった私、ただの4小節間の出来事でしたこれ。なのでここまでかな。一旦ここまでお亡くなりになっていただいて、うわうわ、ファイトで、どう、なんか今音ずれなかった？この辺で一瞬ずれてないか。ここを変えよう。ここをちょっと変える。トゥトゥ。ん？合ってないよ。あ、わかったわかった。ここでこういうことか。頭使うね。
ここそうだよな、そうだよな、音がおかしくなるもんな。ね、小説変えるってどういうこと？まあ、一旦な。右向きにさして。てか俺もうさ、真上フリックいつのタイミングで使うかもう分かんなくなっちまったもう、ここまで来ると。あー、でもそうするとここがちょっとかわいそうになってくるのか。これ逆にしてあげよう。じゃあはんてん貼り付けてこうしてあげよう。なんでかっていうと、ここプシュって右でフリックしたとしたら、ここが必然的に左からスタートになるからっていう。ミクはいつ歌うの？なんと、ここから64小節目くらいがようやく歌えます。ここからです。すげえ曲だなこれ、マジで。スターしか言ってない。何がボカロやねん、ほんまに。低レベル。あー、まあ、でもいけそう。いや、これむずいと見せかけて、いや、できる、だからもう、これがギリギリできる人とかいない、なんかもう、できる人はできるし、できない人はできないかもしれない。制作期間はどれくらい予定してるんですか？ 3 日。3日、もうね。作るパートなんてもう、正味どうでもいいんで、パッパと作って、自分で作ったんだぞ感を出したいだけです、単純に。今後の人生において。自分で作っとかないと、やっぱ、なんかあんまあれもできなくない？なんかその、これからのもっとソノスやっていくと思うんだけど、ソノスやった時に、あ、こうやって作ってるんだなとか、この人作ってる時なんか感情移入しやすいかなと思って。 おお、いいじゃない。ずっと言ってくれ。これ、え？待って。左右左右。こっちやん。左右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 左。ん？ちょ待って、落ち着け。ここはわかる。ここはこうしよう。ここを反転貼り付けでしょ。え、待って、めっちゃ反転貼り付け使えるじゃん、ここ。ここで反転貼り付けして。
恐怖と恐怖がどっこいどっこいみたいなやつなかったっけ、 TikTok に。あれすっげえ嫌い。フェイクタイプさんじゃなかったっけ、あの時のあれ、あの時の TikTok 大体激サム女の BGM、 激サム女さんの BGM から。一個ずれたね。いや、はここでこの便利機能があることについて知る。俺さ、寝起き声低すぎてさ、不滅のあなたへに登場するナレーションみたいな、黒いののナレーションみたいになるっていう俺の声が、これ伝わるかな。あのワンピースレッド見た人は分かるけど、ゴードンと同じ声になっちゃう、声が低すぎて。これ分かります？で、なるほどね。トゥットゥ、カカカカ、一旦リズム置いてみよう。でこっからあれだよね、ドゥルルルルルだよね。もう休憩なしにしたいわ、どうせなら。もうここまで来たら、ここまで来たらマジでもう休憩なし。あ、違う違う違う、これ多分音違う、音違う、音違う、音違う。ほらほらほら、ここ違くて、ドカドカっていう太鼓たちのね曲があるんだけど、ジュキジュキジュンジュンジュンジュキジュキジュン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 ジュキジュンジュンみたいなやつがあるんだけど、あれを目指す。これ右終わりなの、とてもいい。時空大冒険です、ほんまに。そう、わかるわかるわかる。星10年。うわ、あの頃俺何歳だったんだ。当時全然ゲーセン行っても太鼓やらんかったし、 J-POP とかしかやってなかったけど、今となっては俺でもね、当時から俺ナムコオリジナルのね曲にね、お、これめっちゃいい曲じゃねっていうのはね何個か思ってましたよ。アマンダとか、アマンダめっちゃいい曲じゃねって昔思ってたし、当時何歳だったっけ、もうほんと小学校か中学校ぐらいだったと思うんだけど、あのあれね、チビドラゴンと不思議なオーブンの時から思ってたけど、いや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 、ちょっと待てと、食べるな2000実は癖めっちゃ強くていい曲やし、アマンダめっちゃいい曲じゃねっていう。で、こうだな、こういう配置にして、ここまでが、でプチプチをね、プチプチをね、置いて32、うん、違うの、16で合ってるけど、プチプチをこう置いていきまして、見てみよう。ああ、はいはい、分かる分かる。だからここでん、もう一回もう一回もう一回、ここからか。プチポチ懐かしい、あの Wii の WiiU の3作目ね。アサルト BGM1 ね、あのあれでしょ、アサルト BGM1 なんだっけ、メタルホーク BGM1 とどっちか分かんなくなっちゃってる、覚えてないな。ここからだ、じゃあ
合ってる合ってる。だからここで、じゃあもうこれいらなくて、ここがね、もう無視っていうのにするんだっけ。ああ、そう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 。はあ、そういうことなんですよ。で、ここまでにまた戻る。あれを無視にするわけですよ。で、後からでかくするのは一旦置いといて、で、一緒に最後はここまでね。無視。いや、嘘嘘嘘。じゃあここはあれでいいや。なんで、なんでここにいるってことか。なるほどね。で、こうして、これちょっとでかくしたいから、ちょっと待って、でかくしたい。なんでここに、一旦これちょっとでかくさせて、もうこれ一旦ちょっと消して、太くするわけよ。これ判定大丈夫か？どうなってんのこれ。わけわかんね。これはなかなか、あれでしょう。通な形じゃないじゃないですか。あ、スターのスライド、確かに。スタースライド。確かにそれ思ったけど。なんで。あんな道を立てるるみたいな歌あるんだけど、太鼓たちに。あれが確か、ミッチー M かなんかだった気がする。あ、違ったっけ？ごめん。違ったらさせんということで。ST ってこと？ん？どういうこと？スターやん、そういえば。絶対。いや、マジで悩む、これ。星の配置するかめっちゃ悩むわ。星か、もしくは型抜き型の星。全星からの真ん中だけ星の形が空いてるみたいな。どっちもいいんだよな。いや、待って。こんなもんでしょ、ここは。型抜き作るの難しいし、スター、そう、恋の処方箋だね。そうだね、Wii U の1作目に入ってるやつね。なんでそこまでしてんの。アーケード全然やってなかったんでね。1回100円するのバカやと思ってたから、普通に昔から思ってた。昔から家庭用好きや。あと、まあ、田舎すぎてゲーセンが太鼓の達人の12みたいなやつしかないのと、あと普通にあったとしても1回100円ってマジでバカだと思ってた。ちっちゃいスライドを徐々に大きくして星型にしてほしい。ああ、はいはいはい。で、貧乏人、いや、貧乏人っていうか、いや、今大人になってからは、まあ普通に家出るのめんどくさくてやってないけど、親からもらったお金を太鼓の達人にやるの、マジでお母さん泣くと思ったから俺できんかった。かわいそうやと思ったもん。ゲームセンターのやつにやんの。なんか服とか買ったりしたら、なんかあれかな、まだ可愛らしい使い方かな。たかたかたかた。ちょっと星の作り 星だけ作らして、星だけ。星ちょっと一回頑張って作るわ。星。見てろよ。
星作るぞ。星作るぞ。ここよ。作り方わかんの、わかんないけど、やってみるしかないでしょ。まあ、まずはちょっとキュッて、ちょっとまずここキュッてするやん。ここからよ。あれ？なんでこうなんの？まずゴキブリの羽作るやん。まずちょっとここから重要。まずゴキブリの羽作るわけなんだけど、ちょ待て、待て。落ち着け。一回落ち着け。言うほどデブの足か。言うほどデブの足か。ちょっと待て、まずちょっと待て。オッケー、ここで64部を登場させるわけよ。半分の半分に一回置いて、ここが半分の半分かな。64だから半分の半分ができねえんだよ。半分の半分に一回、半分の半分に置いて。何、もうどこの誰の、どこの馬の骨の誰よ、もうそれ。何それ、あれなんで、ちょっと待って、一回この辺消して。あ、なんかすっげえことになってるわ。わい、食中毒なん、なんで食中毒なの？でも俺食中毒とかだったことないけど、どういうことそれ？なんか、虐待されてる、なんか腐った肉とか食わされた？半分の半分だからここにして。ママー、ヒカキンこれよくやるよな。え、なんでこうなんの？やだやだやだ、なんでこうなんの？なんでこう、徐々に奇形から、まあいいや、もうちょっとそういうのいいや、そういうのいいから。え、なんでこうなんの？マジでわけわかんないんだけど。もうでもそれっぽくね。なんかちょっとあれだな、ちょっと足長族だな、ちょっと足長やな、足長だいぶ足長やから、これをねこうするわけよ。これをこうして、あ、ほらほら、ちょっとずつ、ちょっとこれさ、ちょっと全部全体的に下げよう、全体的に下げて、でこれこ、なんならこ、いや、セブンスターのロゴみたいになってるよ、だってヤニの。え、できた、俺一人の実力で。待って、できてね、これ確実に。え、できたんだが、え、俺一人の実力で。なんか垂れてない、どこ垂れてる、垂れてるって、な、垂れ、いや別に良くない。え、これダメ、これ、え、これダメ、良くない。もう一回ちょっと、もう一回ポッチ出してあれするか、最終チェックするか。これだから、いや違うんよ、これは絶対違くて、いや、これも多分違うよ。いや、だから、これが一番ベストというか、金にした方がいい。まあ、確かに。金にした方がいいな。確かに。それはよく言った。ほんまそう。ソノルスで見たら見た目結構変わってるから気をつけて。オッケー、じゃあ、一旦これにさせて。一旦これに。で、後で実際にやってみてみよう。これね、消すからね、ここは一応。
これさ、違う？違うかな？ ここから先は通しません。だってあなたが好きだからのあのシーンよ、これ。何やったっけあれ。 バス止めるやつじゃないの、これ。立ちはだかって、なぜならあなたが好きだから、あのシーンじゃないですか、完全に。もうこれ、ちょっと待って、悪化してる、悪化してる。武田鉄矢よ、本当に。あのバス止めるやつな。ん？ ちょっとあれあれ あれこ、ねえ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 、多分さ、プロジェクト世界の公式譜面にした、ちょっと待って、これさ、あれしよう、一旦 IV カムつけて、これ多分あれにあるわ、コスモスパイスとかやれば多分出てくる。だってコスモスパイス一旦やるわ。コスモスパイスを一旦やるわ。ちょっと待ってね。パーパーパラパパラン。またもうちょっと下にできない。ちょっと待ってね。コスモスパイスの形ちょっと見るから、今から。ハッピーデュチュチュ。待って、コスモスパイス、コスモスパイス、あった。一応一瞬で見れなかった時のために画面録画もしとこう。で、いや、譜面確認ではね、一応月月火水木金金、それもう本当に、おい、日日日日日日だけど大丈夫？あれどこで出てくるっけ？ここが？あれどこで出てくんだ？なんか指がやりにくいんだけど今日。これ2本指だったら絶対抜けんだよ。あれ？全然出てこない。これもピノキオ P だな。通りでいい曲だと思ったわ。いや、早くワンダッシュのストーリーを見てんだよな。あー、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと、おー、なるほど、なるほど。ちょっと、わかった、わかった、わかった。完全に理解した気がする。ちょっと待ってな。見せられないデータ多すぎなんだけど、カメラロールに。見せられるやつにして、よし。この形を真似よう。あれ？なんで？何が違うの、俺と。え、俺これ何が違う、俺これと。こいつもブサイク、まあ確かに。ああ、1小節の半分使ってるからさ、いいんだ、これ。なんか潰れちゃうのはもう仕方ないんじゃない？この、これしゃあないんじゃない？これ、肩幅の角度がキモ。あ、ほんとだ、確かに。こうっすか？これで、あれしたらいいんじゃないですか？待って、これしかも、足がここに伸びてる。これはダメだ。一旦待って、一旦待って。
じゃあ別にさ、一旦さ、別に一瞬の出来事なんだから、別にこれまじまじと見るわけじゃないんだから、一旦これでいいでしょ。あれ？こんな感じだっけ？こんなパトリックじみてた？俺こんなパトリックじみてたっけ？ねえ、こんな俺パトリックじみ、これだから分かった分かった分かった。あれ？俺こんなパトリックじみてたか？戻して、視点ちっちゃい方がいい。いやーこれね、ちょっと俺がやりたいことがね、視点ちっちゃくないとできないんですよ。最初俺がやりたいことがあって、それがね、ちょっと視点ちっちゃくないとできないんですよね。あれ、股の部分と腹の部分はきっと、股の部分と脇腹の部分は使ってる中間点が別？は、え？使ってる中間点が別？あー、分かった。ちょっと一回これ分かりやすく出して、いや、こうした状態で一個上げてみる。ちゃうねんな、ほんまに。ちゃうねんな。首と肩を締めろ。首と肩を締め、首ってどこ？首ここか。首と肩を締める？一番下に中間地点がありますが、それとは別にもう一個中間地点が、あー、はいはい。あー、なるほどね。これ今、あれだよ、俺今、サンジ君のさ、あれ見た時の顔と同じ顔になってたよ。懸賞金見た時のサンジ君と同じ顔になってたから、俺ちょっともう、言ってしまったからには見せるしかないでしょ、そのシーンのサンジ君を。ちょっとどうしても見せたくなった。サンジ君の懸賞金を見た時の。懸賞金見た時の反応、なんで漢字になってんの。ちょ、一回見てくれ。懸賞金の反応を見てくれ。やべえ、これは違法視聴コースかもしんない。これ見てくれ見てくれ、もうしゃあないやろこれ。もう違法視聴スタイルだけど、ちょっともう見てくれ。もうしゃあないから、これはもう、これで俺が今どんな顔になったか、それだけ見し、ここ俺はこの顔になったやぞ今。これこう出てきてねえ俺今この顔になってるんやからな、マジでこうなっちまったのはしゃあない。このボケをするためになんでこんな時間かかってしまったんや。ほんまですかいこれ。え、待って、俺見えた説ある。ちょっと待って、俺見えた。見えたかもしれん。俺見えたわ。まだムササビっぽい。まだって何それ、ムササビって言われてた、もしかして。
まだって何？まだって。え？落ち着こう。一旦落ち着こう。左右非対称。そうか？ほんとだ。若干か？いや、同じじゃない？一番下の中間点を少し下げて。下から2番目の中間点を縮まってください。ワンピースつながりで言ったら、あいつや、ケイミーが持ってた、なんだっけ、人手のあいつじゃん。もう少し縮める。ガキがフルチンで前に立っとるみたいな感じじゃん、これ。クソガキが、こう、クソガキがな、クソガキがフルチンで当選簿してる感じやな、これは。かわいい。確かに足弱そう。ほんとだね。一番下縮めなくていい。あー土偶って言わんだよ、お願いやから。土偶じゃねえよ。ハリセンボン貼るな以来だろ、こんなツッコミしたやつ。土偶じゃねえよ。なんでこんなできない俺。ずっと当選簿しちゃってるよな。違う。奇形から脱出できない。じゃあお前らも奇形から脱出しろ。なんで脱出しんの？それと言われてること一緒やぞ。ちょっと右半身だけちゃんとすればさ、左半身反転コピーさせるだけじゃねっていう。あと上2つの中間点がもう少し下。なるほど。あ、一個下にするとね。おお、でもあらよー、へいへい、そういう感じで踊ってますね今。スケボー少年、スケボー少年現る。こいつ絶対お調子もんやん。こいつ絶対お調子もんやん。ちなみに多分こいつ調子もんやろ。これまさか黒人のあの子じゃないか。ちょっとノリのいい、なんかよくオトマットとかに使われる感じの踊ってる子供じゃないかこれ多分。確かに。だってこう。ちょっとさ、これすごくなかった？これ良くない？こっちの方が。ほら、でもこれダメって言われんねん。
さ96にして、そう肩傾いてんのちょっとダサいねほんまに。でちゃうて、ちゃもう違う、もうちもう本当に融通きかないね。うん、うん、3時いつまでやってんの。本当に星ができなくて悩んじゃってる。でもあ待って待って待って、こっち聞いて一回、これ左半身どうよ、これなんなら、これもいらないんじゃない、これ俺流だけどさ。どうしてこうなった？ああまあ結局最初ののに戻ってるわ。いやデブいけど、うーん、腹立つ、ここなんでここは、あリローレット来た、リローレット火花、本件初ですよ。あ違う違う違う、ちょどこ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 、よいしょ、上下スクロールから固定にして、このパターン久しぶりだな、半年ぶりぐらいか。ここよ、いやまあ悪くないんじゃないですか。あれいやもういいでしょこれで、えいいよねこれで。じゃあこれさ聞いて聞いて聞いて、そもそもこの1小節の4分の1で星作ってんのが無理な話なんよ、まずそもそもが。で不可視にするやろ。いやそうよ、これさ1小節のここで星作ってんのがそもそも難しい話だったんですよ。つまりハイドロゲンさんめっちゃイライラしそう、音でかいしさ。じゃーん、トゥク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 、イライラはしてない、イライラはしてないらしい。ありがとうございます、そう言っていただけて嬉しいです。イライラはしてないらしい。スター、あートゥクトゥクトゥクカズトゥクトゥク、スター、あちょちょちょ、16部は咲いてほしいでしょ。合ってんのか、ほんまに音が。違うわ、俺の思ってるのと違った。いらない、ちょっと待って、見て見てほしい。
文字で使えるのは難しい。そうですね。通話とかできたらよかったんですけどね。みんなが言う小粒ノーツを小豆沢ノーツって呼んでるの自分だけ、もう、あなただけやし、あと、小豆じゃなくて、あずさわやからね。かわいそうキャラの名前間違えて。あ、そうさ、そうさ、定期的にこれ思ってたんだけどさ、俺結構、真冬のこととかバカにするんだけど、真冬のことバカにすると、ちゃんと真冬とか25のアイコンの人から殺害予告来るんだけど、豆沢とかバカにしても、別に、天松かさとかね、別に来ないんだよ。天松かさファンとか。だからもうそういうことだよね。だから、言ったじゃん。25ファンは厄介だって言ったじゃん。だから。もう証明されてない？完全に。俺別にマジの話ね、これ。俺ほんと一回も来たことないもん。25関連以外で殺害予告。ビーバスファンおっさんしかいない俺やん。わしやんけ。よきかな。あはは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 は。よきかな。25は絶対中1、中2女子多そう。千と千尋のあれです。そう、よくわかりましたね。お団子くれるやつ。ニュークのオフ会誰も来なさそう。来ないしだろうね。本当に来ないだろうね。一旦ね。真冬本人も悪口見とるから、あんま悪口。え、ってかさ、ねえねえ、そういえば言いたいこと思ってたんだけどさ、プロジェクト世界の声優さんとかってさ、ネガキャン的なのしないの？なんかその、正直プロセカのこういうとこなんか良くなくて、みたいな言ったりしないのかな？なんか偉くない？みんな。なんかそういう言葉遣いとか徹底してんのかな？公式から言われてんのかな？一応、秋山瑞稀さんの声優さんが、ちょっと、ツイッターはボロ出してないけど、ツイッターボロ出してないけど、あれ、現実世界で一回 CS でボロめちゃくちゃ出してたよな、あの人。だからあの人、全部思ったことをツイッターに書いてたらやばそうだけど。俺、なんでこれ音ずれるの？俺で。あ、ここやんね。ああ、わかりました。ん？一二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 。ここまででいいの？これいらない。これは可愛いよ。メガネ多いですね。と、あとなんだっけ、これ何の曲？スター。違うわ、これ。カードをどうカードをどうカードをカードをどうカードをどうカードにしなきゃいけないから。女を干されたって言った瞬間、俺がセガに消されてた。確かにね。そんなこともありましたね。半年前ですよ、あれも。私、そろそろルーマニア人デミさんとお話ししたいんだけど、あの人全然 YouTube やってなくない？僕、本当に YouTuber 史上で一番好きなの、ルーマニア人デミが。一番見てると思ってる。声優にハムカードバンされる。マジで？ちょっと待ってね。カードドカードド、待って。カードドカードドカードカードド。一旦これで置いといて、
最終トライは48部表示で一番下の中間地点が3幅で、むずっ。マイクラや、マインクラフトやってる気分。下から3番目森目、下から2番目の中間地点。あ、星の話これ。これさ、ここでももう一回星使うわけよ、俺。で、ちょっとずつちょっとずつ私、太くしていこうかなと思ってて。だんだん星の形を大きくね。4桁以上の文読んでて感動する。読めますし、僕だって漫画確かに好きだけど、ちゃんと作りたいの。確かにな、コピペできねえのかよ、この。ここむずいかな。三田さんの長文も読めや、こら。 三田さんの長文も読んでるよ。待ってね、ちゃんとここ見て。3つ目は そう、星のデータとかさ、じゃなんかさ、素材配布みたいな感じでさ、 A から Z までとさ、星とかハートとかそういうの全部さ、なんかやってるやつを全部譜面配布してほしいわ。サスファイル。そう、用意してほしいよね、テンプレート。6メモリ目で2幅。サスファイルって配布できるの？まあ、配布はできるとは思うけど。R18 とか結構簡単にできそうだけど。あら、 あらあらあら、あれ、まあいいでしょう。まあブスやけどな。運営毎月8曲ぐらい追加してくるけど、1曲1曲作業やってるのやばい。何人いるんだろうね、中の人って。譜面作る人って。これさ、俺1個悩んだのが、この細い太い、細い太いを交互でスターでやっていくのか、普通のスターと型抜きスターで交互にやってるのか。型抜きスターってわかる？もうここ全押しなんだけど、中がここスターの形でくり抜かれるみたいな。これ無理じゃね？ここがあるからさ、くり抜き無理じゃね？これ冷静に考えたら。なあ。10人くらいはいるなら余裕か。やりますか？でもさ、そういう人いたら、あんまりなんか目立たないけど、めっちゃ、陰でめっちゃみんな感謝するかもしんないけど、そういうの、そういうサスファイルの配布の人いたら、感謝する人は、まあそれか YouTube かなんかで公開して、欲しい人いたらあげますよみたいな風にして、コメントいっぱいもらえれば承認欲求が満たされるっていう。 昔は外部に適当に依頼してたけど、今からアルパレットの社員が全部作ってる。外部に依頼してたって、どう依頼すんの？譜面作る人、創作譜面の人とか、譜面作ってますみたいなさ、なんかイラストレーターとか音楽作るとかわかるよ。なんか例えば、なんかそういうサイトとかありそうだしさ、まあ会社とか。わ、でも譜面作る人依頼って、どういう、その道のプロとか俺見たことないんだけど。ニトロとか？
果たしてどういうことなのやら。ここを金にします。ダブってるよ。これでも別にいけるっしょ。最初期のプロスカの譜面マロディ 4K みたいなゴリゴリ。そうなの？難しいやつとかはね。てか俺未だに俺なんだっけ、初音ミクの消失まだ認識難のやつさ解いてないっていうか、あれだわ、なんか今もう上手い人みんなさあれじゃない、もう手の動き方がもう分かっちゃってるっていうかさ、ミラーとかにしない限りもうさ癖で動いちゃうみたいな、最多目に線を譜面見ずにやれるみたいな感覚で多分覚えてると思うんだけど、いい加減覚えたいのあの譜面、多分覚えゲーだと思うんだよね正直。タイミングとかはめっちゃ簡単だから、簡単ではないけど。え、テルーアカリビオしてたんだ。へえー、最初期ってことは体験版みたいな時からってこと？その路線ならその路線で別にいいと思いますけどね、もう正直。路線ならその路線ならその路線でいいと思いますけど、でも俺ハロハワイはマジであれやばいと思うわ俺正直。ハロハワイマジで仕事で作ったんだなって感じ。全然曲も好きじゃなさそう、もうあれ作ってるの多分知らんけど、好きやったらごめんなさい。愛がない。ほんまに愛がないんですよ。恐らく手抜きすぎる。手抜きすぎんか。ちょっと一瞬だけこのね、繰り返しはね、2回目の後半をちょっと変えるっていう俺のプライディングパラダイスがあるんで、2回目の後半をちょっと変えるっていう僕のプライドも意識しつつ、反転貼り付けして、むずいかな、意外といい音取りだと思う。スター要素もありつつみたいな。ん？むずいか？これなしの方がいいか？これ考えポイントだね。お悩みポイント。俺のサムネみたいになっちゃった。なしの方がいいな。ちょっと待ってね。考え中。まあ別にいいな、ここ全部なしいいな。ここそこでも音の違和感なかったから別にいいや。違和感あったらそのままにしてたけど、あー確か星も押せないわ。イージーの譜面作ってる時楽しいかな。でさあ、同じ譜面作ってくれませんって言って多分作れんよ。絶対一発でも適当に作ってるから、同じ譜面作ってくださいって言っても多分作れんよ。
で、こっから、てか、イージーって40ノーツぐらいしかないし、もうあれでしょ。曲の小節ごとにしか置いてないし、だってイージー、なんでロングノーツの、ロングノーツの時とロングじゃない時もの違いもよくわからないし、なんなら。イージーやる人いるんじゃない？でも何が楽しいんだろうね。あれもただの小説、メトロノーム、なんか小説叩いてるだけみたいな。有限の簡単譜面作りでいいじゃん。てか有限の音取りあれすごいからな。意外とあんな音取りするんだって思って、あれ音源だけ聞くと物足りなさがすごい。でこっから型抜きスターにしたいわけよ。型抜きスターに、ちょっと型抜きスターチャレンジするだけしてみるけど、できなかったらごめんね。型抜きスターを頑張って練習。さあ行きますよ。型抜きスター行くわよ。型抜きスター、私の友達にノーマルで死ぬ子いるから、きっとその子たちのためにイージーはあると思うんだよ。あの、の、イージーで死ぬ子より、イージーいらなくねの層が多分多いから、まあどっちでもいいかな。別に会って損はないっていうか、まあ、イージーあるからやめようとかはないのか。型抜きスターを作ります。物理的に無理だわ。だってちょっと待って、物理的に無理だ。だってさ、ここがへこまないじゃん俺も絶対に。言いたいことわかる？ここね、こういう感じでへこむから、ここが欲しいんだよむしろ。だから例のさ、あれなんだっけ、あの作れる、作れない、作れない、作れない。だってちょっと、だってさ、じゃあ逆に言うわ。じゃあ逆に聞くけど、じゃあこれのここを埋める譜面を作るってことだよってなった時にさ、わかるか意味さ。こうなるわけじゃん。ここのここにさ、謎のノーツを置かないといけないじゃん。だから無理じゃん。いや、あれならできるよ。スターじゃなくて、ひし形みたいなやつだったら多分できるよ。なんかこういうひし形のやつだったらできるんだけど、多分。なんかの譜面でなかった。それこそコスモスパイスで、作れる？コスモスパイスなかったっけ？コスモスパイスなかったっけ？友達がプロスクサービス開始からやってて、今ハードクリアギリギリだからセンスない人はいくらやっても意味ないね。あ、そうなんだ。エンジョイ勢ならいいんじゃない別に。ぶっちゃけ問題。ほら、キラキラがくり抜かれて、いや、だって物理的に、ちょっとできるのこれ。そういう形なら作れそう。いやー、でも、それスターでもなんでもないからな。STAR でもいいよ。別に。S って切り抜く。あれにするじゃん。あの S、ここでさ、さあ、あの、ここの、ここでちょっと聞いて。これちょっと、俺の、面白ポイントやな。ここはもうちょっと面白ポイント出すか。これは、やってる人が YouTuber だと仮定して、これね、こっからね、まず行きますね。こう星ってなってきてん。次はどんなんが来るやろ。次はどんなん。ここ星来たね。あ、ここ星来たと。あ、で、ここ星来たと。はい。で、ここも星来たと。あ、じゃあ次はどんなパターンするって。で、ここ S 来るわけよ。あ、S ってことは次 T なのかな。で、T。あ、T が来る。あ、次は A かな。で、A。で、A 来るやん。で、最後ここで P。ここで P をすることによって、
まあスタップ、まあ、つまりスタップ細胞あったよっておぼかたさんのメッセージが、まあ、この曲にねじ込めることができるんではないでしょうかっていう、これ説ないですか。ちょうどここで終わりだし、でこっからちゃ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 、これサップっていう、まさかのおぼかたさん、おぼかたさんやってたらドキッとしちゃう。てか作れないよね、真ん中切り抜きのあれは。確かに創作面やる YouTuber そんないない。確かに三田さんとかや見てほしいな。滑っちゃったけど、ちょ三田さんとかやった時に、え、でも三田さんあれか、おぼかたさんとね、大久保っていう名前で毎回どっちかわからなくなる。星は無理だよね。だよね、頭使えばわかるくない？すっごい嫌なマウントみたいな取り方になっちゃったけど、三田さんこの前ソノスやろうかなみたいなこと言ってたよ。入れ方教えてあげます。え、ねえねえねえ、入れ方教えてあげるよって言っといて。じゃあそろそろ三田さんとお話ししたいわ。1ヶ月以内ぐらいに、もう冬の間にはおしゃべりしたいな。もう半年ぐらい喋ってねえわ。4ヶ月ぐらい内側切り抜き作ってくるけど多分できると思うんだよ。え、ちょっとやってみて。それ本当にできないと思う俺、それ多分。こんばんは、三田です。わらわらそんな面白かった？かわいいね。スター S でいいか。じゃあ STAR、 R は簡単でしょ。だってあったもんね、そういう譜面つい最近。リンちゃんなうで。いやでもあれだな、三田さんが綺麗になるのは無理そう。無理だと思う俺も。 R 切り抜くの、いや切り抜くの、切り抜いてもどっちでもいいけど。じゃあもうキラキラの2個のやついく。じゃあもうキラキラ、ちょっとさ、コスモスパイスググるか。譜面一旦コスモスパイスちょっとググりますね。パーパーパラパパラン、コスモスパイス黒足のやめて。コスモス、日本首相がバレるから。待って、コスモスパイスのさ、全然 YouTube の YouTuber しか出てこない、俺しか出てこないんだけど、マスターでいいのか。あったあったあった。なんかあったよね。ここかな、この辺。この時代のプロセカが一番楽しかったかも俺、正直。ここね。ああ、え、いや、カップラーメン時代めっちゃ楽しかったよ俺。わかった、まず一旦これね、あれなんですよ、全部ではないけど、まずここが加速なんですよね。そして
あ、原則か、じゃあ。原則だ、原則。そうだ。反対側になってるから原則からスタートして。うめえんだよ、プロセカの人がよ、中の人が。なんで、なんでなんだよ。なんで、なんでなんだよ。なんでなんだよ。なんでなんだんだよ。そういうことか、そういうことか、そういうことか。そういうことですか。これね、兄さん分かりました。流れるようにしたいから、これこうして。見て、一回見なさい、一回見てなさい。そこで黙って見てなさい、マジで。ほんまに革命起こすからな。マジで黙って見てて。ここで穴を作る。ガチ穴作る、マジで、ほんまに。どうして？あれ？あれ？あれ？おかしいよね。どうしてこんなに綺麗なんだ？ なんか妖怪体操第一みたいなんだけど、どうしてこんなに綺麗なんだ？ここ。の一番下の幅の大きさが違う。こうっすか？やめて。やめて。恐怖と恐怖がどっこい。何を思ってる今俺。誰が理想ってやつなんだ？何が理想ってやつなんだ？ちょっとこれさ、一回整理させ。一回整理させ、マジで。おーい どうなってんでこれ。おいはなんだ俺、なんだ俺。なんで、右側若干狭くする、どういうこと、どういうこと。分かった。分かった。こういうことっすか。で、原則。これコントロール Z で戻すとしない。あ、するわ。そらそうだよな。フフ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 
調子が出てきてしまうではないか。そんなことをしたら調子が出てきてしまうではないか。やばいな、嬉しいな、これ。だから全くこれを
こうやってさ、上から下、こうやって見た状態で全く同じことをすればいいってことね。フワちゃんみたいな喋り方になったけど、これ、こうやって見たときに、これ下からなってるのと同じことをすればいいのね。待てよ。まずここと左右上下反転した。だからつまり、ここがここになってるから、ここだな。で、こうする。はい。で、一旦ポッチだけ合わせよう、ポッチだけ。で、ここがここだから、ここだな。なぜ？え？合わさんない。あ、分かった分かった分かった。もう分かったっつってんだろ、もう。こういうことな。はい。で、次、ここがここだから、こういうのは好きよ、私。で、ここがね、都市の名前。ここがまず、ここなってるわけよ。これは合ってるよな。で、ここに、合ってないけど、違う、ここ穴開いてるんだ。だから、ここ真ん中のとこね。じゃあもう一個ここ。はい、ここで、ここ、一旦こここうなってて、で、次がここ。ここなわけね。なんならここまで行くわけね。そして、ここがね、これでいいはずなのよ。で、ここが真ん中真ん中で、ちょっと待って、これでいいはずなんよ。これでいいはずで、ポッチはいいはずで、で、ここからまず減速させます。そしてここで加速させます。そして最後ここで減速させます。そうすると若干だけ非対称の何かが出来上がります。スバラちっちゃちょっと待って、あれ、まあでもこんなもんか。ガチ感覚で言ったらこんなもんで、まあ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 、さすがにこれうるさいんで閉じますが、ようやってるねプロジェクト世界公式チャンネルさん、ようやりますわほんまに。やめて、すばらですねほんまに。もうあとは簡単じゃない？かわいいよね。かわいいじゃん。ちょっとこれさ、保存してちょっと今日ちょっと最後にやって、で明日完成させて終わろう。もう終わるっしょ。あとタッタッタンタクタクタタンタンタンタクタクタクタタッタッタンタクタクタタッタッタンタクタクで終わりだから、ちょっともうこれ完成させよう明日で。もうちょっとこのパートもう終わりにしよう、いい加減で。一旦明日重大発表も、あ、うん、はい、重大発表も言っていい、言っていいよ、言っていい、言っていい、もう重大発表、まあいいや明日言うわ。どうせ明日って言ったら明日言おう。なんかちょっともう俺のやってることしっちゃかめっちゃかになってるから、どうせだったらもう明日言うわ、明日言うわ。別に今言ってもよかったんだけど、明日言います。え、でもみんなにとっては、皆様にとってはの意見を参考にした結果を反映させるので、それで文句言われたら何ってなるけど、でも俺もちょっと待って、今画像ファイル探して、俺どこだっけ、あれ俺どこに、あ、あった。まずこの YouTube のアイコンにしといて、 MP3 も入れて、3で3
譜面を投稿。はい、よし、 OK、 投稿したんで、ちょっと一旦最後にやって、試しでやってみて、マジ今多分、いや明日言おうかな。本当に確定はしてないんだよね。もう 99% 言ってもいいんだけど、マジ確定はしてないから、マジ確定してから言うわ。え、でも絶対言う、本当に明日は。ちょっと待ってね、 IV カムついてないやん。 IV カムつけて、よし、いくぞ。ぜひ見てる方もこれできたらやってください。俺も行きますわ今。さあどうなってんのか。はい、ちょんちょんちょん。いやちょっとこれスキンがダサすぎる、いくらなんでも。でここは交互でいける。これちょっと事故るな指。いやガチでプロセガの本気好き。あ、ここ変えるね。あそこ変えたし絶対変えるわ。てかこのぐらいの指の下って歩くね普通に。本気にもなんなら。いや MOTU さんこれ採用されないかな、プロジェクト世界に。こういうなんかもう音ゲーチップチューンコアみたいなやつ好きなんだよな。ちょっと待って、想像絶、ちょっと待って、見にくすぎない？ここ直し必要だな。いや直し必要だ。あそこちょっと直すわ。自分ができない。ちょっとね、途中ゴジータ化してた一瞬だけ。この50が嘘ではないぐらいゴジータ化してた。ちょっと一瞬だけゴジータ化してたから、あそこ直したいね。頑張って。ラストもう一回だけやろう。まあそれはちょっと今日中、もしくは今日中にやっとくわ、宿題として。いで、ちょっと当たっちゃった。画角めっちゃキモそう。ちょっと直そう。ここは別に悪くないんだよ。まあ悪くないっていうか、まあ本気には絶対ないけど、やり心地としてはまあ別にできるぐらい。こっからね。いや、ここもいいんだよ。ここも別に、てかこれ、ここだけでいいな。こっからなんだよな、ほんとに。まあ、できなくはないけど、ここが嫌い。いいね。完全にコスモスパイスと同じ配置になってるけど、まあいいですね。途中以外嫌いではない別に。よいしょ。ピカピカゲームボード見えた、ごめんなさい。星キモい、嘘、別に良くない星。というわけで、よいしょっと。で、ちょっと待って、これ、消せ。OK。まあ、本当にここだな。ちょっと待って、電源切って。本当に途中の、ここなんですよ。ここがキモすぎるんですよ。譜面。2本指自体が。これ、2本指しなくていいわ。
そうだね。まあ2本指のここの地帯はちょっと普通に変えるね。ここの、ここね、こういうところは変えていきます。まあ、また20時間後ぐらいにお会いいたしましょう。それではさようならでございました。 このままパソコンを放置しとこう。編集するのめ、保存するのめんどくさいし。また明日重大発表、そんな重大でもないからね。あと言っとくけど、なんか期待しすぎないでほしい。それではお疲れ様でした。さようなら。ぜひこちらの上の URL ね、貼っとくんで、概要欄にもやってみていただければ幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。失礼します。